テーマ、個人的なこと。玉木さん、どうしてペットや家畜のことやっているの？と、最近、よく聞かれます。同期の議員などからすれば、いつも予算や金融の小難しい話をしている印象の強い私が、ペットや家畜のことで走り回っているのが意外に映るようです。実は、私の父と弟は獣医です。特に、父は産業動物の獣医として、長年、牛や豚を見てきました。今は、県の獣医師会の副会長も務めています。私自身は、獣医師の免許は持っていませんが、家族に獣医がいることもあって、当選以来、党の獣医師問題議員連盟の事務局長をさせていただいています。ネットユーザーの反応、忖度、なんで反対するんだよ。利権があるからか？人増えると損する。こういう言質は、沖縄で聞いたことある。既得権保護のため、新参の参加を阻むって。利権守りたいだけか。中国人らしいし、父と弟に診療してもらえばいいのに。これ誘拐されるんじゃないのか、さすがに警察駆け込んだ方がいいだろ。最近鳩山活発だぞ。完全忖度罪で一族郎党死刑。獣医が増えたら仕事が減るってことか。パパンの金儲けを邪魔やがって。ってことか。四国にとっては念願の獣医学部だったんだろ？玉金がぶっ潰したな。完全に利害関係者じゃねえかよ。バカを通り越してるな。親兄弟が迷惑するから黙れ。てめえの獣医利権を守りたいだけちゃうか。なんかひでえな。玉金、民進。こんなアホの集いやで。と、業者が増えたら困るってことか？なるほど、四国で、獣医師の数が増えると困る連中がいるんだな。維新あたりがこれ追求してくれるだろ。なるほど、家族に忖度してリークしたか。なるほど、必死なわけだ。獣医師会が猛反対してるって誰か言ってたな。私の免許は持っていませんが、家族に獣医がいることもあって、当選以来、党の獣医師問題議員連盟の事務局長をさせていただいています。ネットユーザーの反応、忖度、なんで反対するんだよ。利権があるからか？人増えると損する。こういう言質は、沖縄で聞いたことあるの強い私が。ペットや家畜のことで走り回っているのが意外に映るようです。実は、私の父と弟は獣医です。特に、父は産業動物の獣医として、長年、牛や豚を見てきました。今は、県の獣医師会の副会長も務めています。私自身は、獣医、既得権保護のため、新参の参加を阻むって、利権守りたいだけか。中国人らしいし、父と弟に診療してもらえばいいのに。これ誘拐されるんじゃないのか、さすがに警察駆け込んだ方がいいだろ。最近鳩山活発だぞ。完全忖度罪で一族郎党死刑。テーマ、個人的なこと。玉木さん、どうしてペットや家畜のことやっているの？と、最近、よく聞かれます。同期の議員などからすれば、いつも、予算や金融の小難しい話をしている印象。獣医が増えたら、仕事が減るってことか。パパンの金儲けを邪魔やがって。ってことか。四国にとっては、念願の獣医学部だったんだろ？玉金がぶっ潰したな。完全に利害関係者じゃねえかよ。バカを通り越してるな。親兄弟が迷惑するから黙れ。